さて、はい、今日はこちら、はい、これからどちらへ。これからですね、有楽町の方に。ほら、有楽町角川シネマさんの方に、お、まあ、ちょっと行こうかなと、思っておりまして、はい、何をしに行くかというと、はい、今ね、うん、東京国際映画祭やったね、開催されてます。それだ、はい、ええ、それでまあ庄司博監督の辰巳という映画が無事に東京国際映画祭のアジアの未来部門ちょっと入選しまして。わあ、おめでとうございます。ありがとうございます。やった。そちらの本日舞台挨拶の方をね、あら、ちょっとお邪魔するという形なんですけれども、それで有楽町の方にね。そうなんですよ。やりましたね。いや、ようやくね、ちょっとね、出来上がって、こういう風にね、形になるんでね、ちょっと今日楽しみなんですけれども、はい、ちょっとね、愛車のプリウス君の方で、ちょっと有楽町の方へね、安全運転で行っていきたいと思います。この晴れの日を、はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。まあさ、はい、その辰巳撮影してたのが、うん、まあ、2019年の秋、うん、そうだね。そう、ちょうどさ、はい、小野田、1万夜を超えてっていう映画を撮り終わって、ね、で帰ってきて、うん、2019年の春にオーディションを受けたんですよ、うん、辰巳の、ね、オーディションなんですよね。そうなんですよ。だ、それでまあ、そこからその年の2019年の秋に、うん、まあ、本撮影があって、うん、でそこから今2023年なんで、うん、もう4年ね、うん、4年越しの、まあ、完成になってるわけなんですよ、うん、辰巳が、まあ、ちょっと難産な。そうですね、うん、まあ、今回その、まあ、撮影自体は1ヶ月ぐらいだったんですけど、まあ、その後に、まあ、追撮であったり再撮であったり、まあ、アフレコであったり、まあ、もちろん庄司監督とスタッフさんは編集したりで、まあ、4年ぐらい撮影終わってからも時間をかけて、もう本当に監督が、まあ、僕らもですけど俳優部、まあ、手塩にかけて本当にこう完成した作品がですね、まあ、ようやく映画祭でね、あのワールドプレミアで、かかるということでですね、まあもう万感の思い、満感の思いというか、まあ嬉しい限りですね。まあこの日のために本当にね、みんなでやってきたんで、まあ嬉しいですよね。ずっとなんね、俺とかはこう小耳に挟んだのはね、うんうんうん、はいはい、ずっと編集されてたようですからね、監督は、ね、いや本当そうなんですよ、うん、もうめちゃめちゃ時間かけて、うん、まあ、やっぱ庄司監督もあの、まあ、今回2作目なんですね、辰巳、うん、って映画が、うん、で1作目の剣と数っていう映画の時も、はい、やっぱり撮影含めてやっぱ4年ぐらいかけたって確か言ってたんだよね。あれもそんなにかかってた、うん、結構時間かけたって確か言ってて、そう、やっぱり妥協しないというか、うん、まあご本人はねすごく柔和で、あの温厚な方なんですけど、あの映画作りに関しての対しての情熱はやっぱね計り知れない思いがあるというか、まあ、今回も自主制作ってスタイルで、うん、まあ、1作目の剣と数とに続いて自主制作ってスタイルでまあやってて、うん、そう、そうなんですよ。まあやっぱ一番監督におめでとうって、うん、まあ、僕もですけど、うん、みんなもきっとね言いたいっていう風な思いがあると思うんですね。やっぱあの人の覚悟の背中についていって今回映画の撮影したみたいなところあるんで、うん、 そうね、その苦労を身内は知ってるからこそ、そう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 、そうなんですよ。おめでとうっていうのが出ちゃうんですね。出ちゃうね、うん、いやまあでも個人的な話をすると、やっぱ映画祭とかってあんまり僕行ったことなくて、うん、あ、そうですか。そうっすよ、まあ沖縄国際映画祭、うん、は行ったことあるんですけど、はい、あとはないですね。なんか意外ですよね。そうかな。
なんかカンヌの時もやっぱリモートでね、うん、行けなかったですし、あ、お仕事でね、現地に、はい、そう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 、まあ今回だから東京国際は初めてね、なんか初めてに、まあ東京国際自体は初めてなんですけど、なんかね、まあ沖縄国際映画祭以来かな、だから映画祭なんか行かしてもらうのはめっちゃめっちゃ嬉しいよね。そうね、人には言ってないけど、ね、言ってないけどね、もうめちゃめちゃ嬉しいぞっていう。でも意外だな、多分みんな。そう、多分そう思ってると思いますよ。やっぱ映画俳優っていうなんかやっぱイメージありますかね。あんのかな、映画祭行ってないのって。いや本当にね、あんまりそう経験したことない、うん、なんか細いのはね、うん、あるけど、その細いの細かいのね、そう細いやつはあるけど、うん、はいはい、まあ神戸三宮映画祭とか、あでもいいじゃない、なんかショートでそれは行ったのかな、はい、うんうん、とかはあるんですけどね、こういうがっつりなのは本当、うん、まあ今回あれなんですよ、そのレッドカーペットを歩く、うん、まあ今日、10月の28日なんですけど、はい、10月の23日に、うん、レッドカーペット、うん、ありましたね、あったんですよね。だからそれちょっと諸事情っていうか仕事で、うん、僕ちょっと地方の方に行ってまして、うん、行けなかったんですよ、うん、だからもう YouTube の生中継、うん、辰巳チームが颯爽とこうね、うん、あの歩く姿を、うん、あのしっかり見守ってですね、そう見てたんですけど、ね、そう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 、うん、まあよく言えば歩きたかったんだけど。そうだよね、うん、だって主演ですからね。ねえ、そうなんですよ、うん、本当に歩きたかったんだけれどもね、もうゆうやくんの分を他の人とか、そうみんなが歩いてくれて、プロデューサーや監督がね、そう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 、うん、そうなんです。今回、うん、キャストもねすごい熱い人たちばっかり。そう、まあふみともね、うん、ちょいちょい五郎さんとか、あとね、会ったことあるもんね、はい、そうなのよ。そう、そういうあのあれはね、絡みはあったりもするんだけど、プライベートでも。いやこれね本当にでもマジで、まあ結構さ、まあ YouTube うちのチャンネルでも、はい、まあ、皆さん向けに辰巳の話とかもちょいちょいさせてもらったりはしてるんですけど、こんだけまあやっぱ、まあ、芸歴っていうか俳優役者やってて、まあ、20年以上、うん、23年とかになるんですけど、うん、怖いね、怖いよね。もうね36歳ですから、あ 怖い怖いよ。そう、こんだけ仲良くなる座組っていうのもそうそうなくて、うん、ないじゃない、ない、あんまりさ、うん、まあその時は仲いいけど、もちろんね、みんな終わっちゃうとね、ね、終わっちゃうとなかなかやっぱ会えなくなったりとか、みんな他の現場も忙しいから、ね、そう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 、辰巳に関してはやっぱり、うん、未だにプライベートでなんかサウナ行ったりとか、うん、ご飯食べ行ったりとか、うん、やっぱするんですよ、うんうん、やっぱめちゃめちゃそのチームの結束力っていうのが、思いがやっぱこうすごくまとまったいいチームだなっていうのが、撮影の時からずっと、まあ、僕個人的にはすごく感じてたんですよね、まあ、やっぱそれはね一概にこう監督のねやっぱ庄司さんの人柄っていうのもあると思うんですけど、うん、なんかね、あのゆうやくん見てて、うん、やっぱ他にたくさん素晴らしい作品たくさん出てるのに、はいはい、今回、うん、まあね、あの語弊があるかもしれないけど、そんなに潤沢な資金のない、そうだね、そうだね、うん、あの映画だったけど、ゆうやくん見てるとすごい思い入れっていうかね、なんか何かっていうと辰巳の話をしたりね、はい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 、やっぱ辰巳の人たちと、ね、うん、未だに密に交流があるわけで、そうですね、特別な作品なんだなとは思いますよね、うんうん、めちゃめちゃさ、やっぱ現場行くのが楽しかったもんな、やっぱなかなかね、いろんななんかまあ楽しみ方とか楽しいポイントとかってもちろんその作品ねよってあるんですけど、辰巳はもう無条件になんか全体的にもう現場行くの楽しみみたいな、みんなに会うのも楽しみだし、なんか撮影現場行くのも楽しみっていうのが、まあそうそうないんですよね、やっぱね。それはなんか未だにずっと思ってるし、まあ今日もね監督とまあ森田心ちゃんと
佐藤五郎さんと一緒にまあ登壇するんですけど、はい、まあ楽しみだもんね、うん、みんなに会うのが、うん、なんかねやっぱそういうなんだろうチームワークの良さみたいな仲の良さみたいなのも、うん、まあやっぱ作品にこう描かれてるっていうか映し出されてると思うので、なんかねやっぱそういういいチームワークで作った作品がやっぱ傑作になるんだよっていうのをやっぱ皆さんに認知してもらいたいし、まあしっかりねたくさんの方に見てもらえたらいいなっていうのは、いやなかなか体験できないですから、そういう作品で見てる側も。そうなんですよ、まさに。役はどうでした今回の役ね。役の役はだ今回、まあ、あらすじは、うん、まあまあちょっと、まあ、裏社会に生きる、うん、まあ、いわゆるちょっと反社というか、うん、チンピラが、うん、ひょんなことから、まあ、身内同士の、はい、まあ抗争じゃないですけど、はい、揉め事にひょんなことから、うん、その揉め事に絡んでしまった少女、うん、まあ、若い、女の子をちょっと助けなきゃいけないっていうような羽目になってしまう、まあ男なんですね辰巳って僕が演じた役は。だからそのなんかまあ逃避行じゃないけど、なんかそういうようなまあストーリーにはなっていて、まあやっぱ庄司さんが得意とするそのちょっとダーティーな世界観っていうか、ちょっと男っぽいアウトローな世界観っていうのは もちろん剣と数に続いて健在で、そこにまあ女の子が入ってくるっていう、はい、またこれね、まあ、たくさんあるじゃないですか。例えばレオンとか、うんうん、なんかああいう構図をちょっと彷彿させるような裏社会に紛れ込んじゃうみたいな、でなんかそういったようなね、うん、内容になっていて、そう僕が演じた辰巳はなんかまあそういう、うん、本当はそんなことに加担したくないんだけど加担してしまうみたいな、まあ役どころというか、でまあ弟をまあ亡くしてるっていう、まあ、設定もあったりして、それがまたその助けることになった、少女と弟がちょっとリンクするみたいな、まあ描写もあるんですよ。だからちょっとそういう心情的な揺れみたいなのが、まあ、彼にはあって、だそういった部分はすごく庄司さんと綿密に、うん、なんか話し合って、うん、その、役の名前がそのままタイトルに、そうですね辰巳、はい、なんかさ人の名前になる作品多いんですよね僕。あの小野田もそうじゃない？いや、笑っちゃったけど、いや本当に小野田辰巳、うん、お前誰やねんみたいなさ結構あるんすよ。なるほどね、はい、うん、結構ね人の名前になるタイトルやらせてもらうことが多いというね。かっこいいですよ。なんかそういうこともあるんですけどね、うん、いいな。いやいいな。いやいいよ、かっこいいんだもんな。そうか、うん、まあねちょっとねリアクションが楽しみですね見ていただいた。だ今日一般の人たち向けは初めてなので。あ、今日が初めて。そうなんですよ。あ、じゃあ今日は初めて。もうワールドプレミア今日見に来てくださる、はい、期待してる皆さんとも初めて会うと。初めて会うですね。辰巳で見てもらうの今日一発目です本当に一般の人たちにも。うわー、それ今向かってんですからね。そうっすよ。どうなるんですかね、もうね、気になりますよね。すごい非常に力強いやっぱ作品なんですよね。なんかやっぱワンカットワンカット全部息を呑むというか、すごく力強いやっぱ印象の映画にはなってるなっていうのはなんか見てて思う。もうねもはや客観視できないけどね辰巳は。まあそうでしょうね、まあ、うん、今大体どこら辺は知ってますかね。今ねこれねあと2キロで大橋ジャンクションです。かの大橋ジャンクションかのね、今どんぐらい、まあ、何分ぐらい。13分回ってます。 あとじゃあ5分、まあ20分ぐらいマックス喋ろっか。なるほどね、なるほどね。一旦撮ります。結局そうか、これ銀座のジャンクションから来たんだ。
霞ヶ関とも行きや、そうね、ナビ通りに、ナビ通りにね。いやー、やっぱね、銀座に来るとなんかこう、うんってなるっていうか、こうね、いろいろありますからね、いろいろありますから、やっぱりこう我々銀座はね、銀座はね、やっぱいいね、はい、銀座いいっすね。ちょっとシャキッとしますよ、ね、シャキッとしますね、やっぱね、とか悪るからそれはシャキッとしないとそうだよ、お前ら気をつけろよ誰が見てんですかね。いや、本当ですよね、ですよね。このトーンのね、このトーンの急に、あ、本当だ、やっぱり海外からのね、うん、お客さん、あーね、東京もやっぱ多いよね、多い多い、あ、多いんだこれな、まあ今日土曜日ですし、やっぱ人の出は多いですね。そうですね、ね、なんか、うん、いやー、東京は東京でまたな、違うな、やっぱり。まあ東京でね、育った、うん、そうなんですよ、ようなもんすからね、みんなね、はい、やっぱ関東で、ね、いいですよね、落ち着きますね、落ち着きますよ。今回辰巳はそういった意味では時間はどれくらいなんですか、はい、これがもう見やすいんですよ、見やすい、108分、うわー、出ました、108、はい、108分かってるなそうなんですよ、108分、1時間48分ですか、はい、108はね、いいですね、見やすい尺ですよね、しかも体感も多分辰巳って早いんですよ、結構ね、矢継ぎ早にストーリーがどんどん進んでいくんで、翔士、うん、さんの脚本が、うん、またこれがだから見やすい映画なんじゃないかなと、うん、そういう意味でも、うん、実写もそうだし、うん、体感も早く感じるという風に思うんですけどね、いいな、キレがあるな、うん、そう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 、結構ね、うん、まあ長くても、うん、まあまあ体感が早いぞっていう映画ね、傑作もいっぱいありますけど、うん、辰巳はやっぱ尺自体もそんなに長くないし、うん、体感も早いんじゃないかと、うん、だからお手洗いの心配はないかもしれないですね、うん、比較的ね、比較的、うん、108だったらね、うん、どう、この108だけでもこれだけ盛り上がる108からでも広いだけ、素晴らしいですよ、広げないようにしてんだから、逆にね、うん、逆にしてますよ、してますよ、うん、あ、もうそろそろ到着ですかね、もうそろそろ、はい、ここだっけか、ここかな、なんかそんな、あ、150m 先か、50ですね、じゃあ今日はこの辺で、はい、そうですね、はい、ちょっとやっていきたいと思います、ね、はい、カットにジャンプしましょう、はい、じゃあ頑張ってください、よろしくお願いします、お願いします、行ってきます、着きましたね、今ですね、はい、兄貴役の佐藤五郎さんとちょっと合流しようってことで、今ちょっとあの吉野家さんの方にいらっしゃるということで、まあ、ちょっとこれから合流しようかなっていうふうに思います。すごい、見てください、はい、東京フィルムフェスティバル2023、これはいやようやく来たぞっていうことで、五郎さんがいらっしゃいました。お疲れ様です。いよいよだ。もうね、緊張してね、牛丼、卵、味噌汁を頼んだんだけど、はい、ずっと醤油を味噌汁に入れてた佐藤です。よろしくお願いします。すいません、YouTube ちょっと。ああ、そう。はい、よろしくお願いします。いやちょっとまだ時間ありますもんね。あれ見ようよ、見た？
見たい作品もいっぱいありますね。そうだよね、俺この前ね、はい、1日で4本見たね。あ、マジっすか。めちゃくちゃ面白かった。あ、そうっすか。全部ね、日本で見れないの見ようと思って、あのアジアの未来部門も含め2本見て、 あと畳っていうのと、あ、畳、あと漁師っていうね、フィリピンのほとんど映画だった。いろいろ結構な本数が。ここになんとなんとなんと遠藤優也の、お、辰巳顔が、ほら辰巳ね、ありますよ。いちこもちょっと見たいんですよね。いちこもね、そうそう、いちこもね、やってて、うん、どうしようかなと思ってね。そうっすよね。ほら、ちょっと辰巳の前でちょっと、うん、っと俺がじゃあ心ちゃんやろうか。おかげ。いいですよね。いやいいラインナップですよ。いいっすよね。ゴールドボーイとかもちょっと気になりますね。あ、そうね、そうね。まあでもやっぱパーフェクトデイズかな。そうだね、あの初日だけ見れ、あの見たみたいなんで、はい、そうそう、ちょっとやっぱ見たいですよね、役所さん撮ってるし。いや見たいね、季節は見たみたい。あ、本当ですか。めちゃくちゃ良かったっつって、なんか人生が変わったっつって。あ、そうですか。あ、首もやるのか。一回だけ、多分一回だけ。あ、いや、いい、そうだね、いちこも気になるんだよね。そう、いちこも結構見たいですね。あれも良かったな。マティーナ、マティーナ、これはアジアの未来だね。ああ、そうですか、うん、結局、辰巳と、うん、もう一個アジアの部分の、あれはね、日本映画は何だっけ。あ、そうですか。なんだっけな、なんかあったな。ありましたよね、うん、もう一本。そう、あるんだけど、アジアのあれで、うん、まあ、って感じだと思う。いや、いいですね。皆さんもやっぱ関心がある感じ、嬉しいですね。そうだね、嬉しいね、こんだけ集まってね、チケットカウンターでね、はい、本当にすごいな。あ、ここチケットカウンター。そうそうそう、チケット、まあ劇場でも買えるんだけど、あとなんかね、もらってパス、はい、見放題なの。あ、そうなんですか。そう。あ、マジっすか。そう、それ持ってくればよかったね。俺もう見に行けないから。 あ、でも撮影だもん。そうっすね。そうなんだよ、同じだ。あ、そうなんだ。これも意外と気になるんですよ、亀梨さんの怪物の木こり。あ、なんか本が面白そう。あ、そうだね、いろいろね、うん、結構やっぱ入選されてるだけあって、全部載ってるわけじゃないね、選ばれてるね、もっとあんもん。そうっすか、うん、だって畳とかないもんね。畳っていうのはなんかイスラエルとイランの相撲のなんだけど、今の情勢がちょっと絡んでて。あ、そうですか。そう、ちょっと社会的なものも。そうそうそう、ちょうど面白い。いや、いいですね。いやリアクションが楽しみですね、うん、お客さんの。これマイクなんですよ。マイクなんですよ。なんかずっと鼻みたいに思ってんなと思った。これマイクなんだ。これマイクなんですよ。ああ、そう、これなんか胸に入れるのかなと思って。マイクなんだ。これ結構連動してるんですよ。なるほど。あ、そうなんだ、はい、これずっとお花持ってんのかと思って。今まで来るまでずっと。今五郎さんと僕の間にずっとマイクをちゃんとこう。じゃあいろいろなのはいろいろでね。いや、でもあの編集するの大事です。ああ、そうですか。センターマイクじゃないですよね。センターマイク。どうもどうも、万歳みたいになってるけど。はい、いや、いいね、辰巳。でもまさにね、今五郎さんあのね、お笑いの映画。あ、お笑い、そうそうそう、お笑いの、はい、やりましたね、関西弁で。え、もう撮り終わった。もう撮り終わった、一応。うん、短編なんで。あ、短編か。でもなんかいいのできてそうだから、わ、嬉しい。それも楽しみですね。楽しみだね。なんかそう、庄司さんが今日15時半ぐらいに、うん、あのお茶しましょうとか言ってたんですけど、さっき連絡したらちょっとバタついてて、うん、五郎さんとちょっと合流してくださいとか。ちょっと茶しばこうか。茶します。そうですね。じゃあこれがということで、じゃあ、はい、今日は、ま、じゃあ次、はい、お願いします。メインストリート、こちら。全然覚えてないんですけど。僕が覚えた。結構全部覚えた。お願いします。失礼します。よろしくお願いします。アジアの未来の担当でございます。ありがとうございます。この度はありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。失礼します。すみません。お手洗いってありますか。はい、ご案内します。あ、お願いします。すみません。
そうなんですよ、遠藤くんのものでその情報いいんですすいません、お二人とももっとがっちり映ってますね。そうがっちりした顔、ね、さっきあの、はい、取材の時に通訳されていただいて、ね、 あ、 はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ正確にっていう、ありがとうございます。司会者にこの石坂さん、ありがとうございます。遠藤です、よろしくお願いします。遠藤です、選んでいただいて本当にありがとうございます。久しぶりです、ね、そうなんです、8年ぶりというか、ケントカズ、あの、はい、また日本映画スプラッシュって今はもうない部門なんですよ、ね、うん、あ、そう、今ないんですね、今はもう全くなくなって、うん、そうね、あの今回みたいに今度はアジアの中で競っていただくという、うん、あ、そうです、はい、さらにね、さらに、はい、すごい、アジアですね、アジアの正直なれるかな、なれます、なれますそれでその次がメインのコンペティションがもう一つありますから、はい、また、はい、そうそう、はい、はい、また今度8年後ですからだいぶもっと短いスパンで処理させて4年にしましょう、4年にしましょう4年でも結構ですそうですね、いや嬉しい、ありがとうございます。すみません、あの時間だけ確認させていただきます、はい、SAQA の開始が5時33分です、はい、まだちょっと時間もうちょっと、まあ時間がありますで、あの間際、あの下にスペースはあまりないので、はい、間際にあのご案内しますので、あの螺旋階段がとても急で、はい、あの、あの、あの手すりを必ず使ってください、はいはい、で、舞台挨拶と、それから、Q&A でお客様から質問を受けるという方がつながってますので、であの司会の伊坂さんの方でコントロールしてもらいます。はい、で、よくとみちゅんがですね、監督、遠藤さん、森田さん、佐藤さん、はい、で、はい、下で、はい、下でまた人がいて、うん、出る球出しますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。森田さんは中で見てて、中で見てエンドロール終わりでこちらに来る予定です。今もう出てくるのが寂しかったです。もっと見たかったです。あのプラグを変えた後のこの森田さんの初めての笑顔、めっちゃ可愛いですね。あそこいいですよね。楽しいよね。でそれでまた振り直すみたいな。そうなんです。もういいですよね、あそこのシーン。山田さんもどんどん行っちゃってください。あとあれで QA とかでもいいっていいところ。通訳者は喋っちゃいけないんですか、喋りたいんですけどね、あのさっき監督に申し上げたんですけど、あのラブシーンが一つもないのがものすごくいいですね、そこが全部目で演技してらっしゃるのがすごいと思います。翔士さんの演出が本当そこがいいです。ありがとうございます。ラブシーンがないのでね、確かにそうですね、ラブシーンより深く感じられる愛情が、ありがとうございます。まあでも愛情っていうにはもっと複雑な、なんか、そうですよね、簡単な話ではない、優秀って言ってもちょっと単純だし、うん、そうですね、結構こうなんかね複合的になんか感情はね崩れてますよね、まあ、辰巳で言うとやっぱ弟とのフィードバックというか、そこのレイヤードも、まあ翔士さんのシナリオですけど、そこもなんかすごく結構意識して作りました、うん、そう、ちょうど今日藤原季節も来てくれて、あ、本当ですか、来てくれて、あ、そう、あ、今ですか、今見てくれて、季節来てるんですね、来てるんですよ、いいな、素晴らしい。藤原さんはアジアの未来2年連続ご出演で、去年少女は卒業しないっていう、あれはまたね優しい先生のね、図書館の担当ですね、あ、よかった、が弟役ですか今回の、全然わかんない、全然違った役だったんですよ、ちょっとなんか悪いことをしでかすんじゃないかなと、途中で少女、少女、先生知ってるから知ってるから、あ、そうか、知ってるというか、いいやつなんですけど、実際は、実際はケントカズとかでもそうですもんね、役的に、役的には、去年の役はね、本当に、
亡くなったようないい先生の、ね、いやそうですよ、ね、かったですよね、ちょっと引きこもり女の子が図書館にいつも逃げてそこで、優しくこう慰めて、そうなんです、卒業式で送り出す、送り出す、確かにすごいちょっとそれだけ聞くと季節大丈夫かなって大丈夫かなってでも素晴らしい、いやですので、あのご登壇いただいて SA って舞台挨拶の時は、はい、まあ、お一人ずつあのご挨拶いただくんですけども、はい、あの私の方からの問いかけは皆さん共通で、あの脚本読まれた時にどう感じられて、はい、でそこからどう役作りを作っていかれたかっていう共通のご質問で、はい、お三方、はい、監督が、まあ、ご挨拶いただいた後、はいはい、案内か一回りっていう感じで、そこから座っていただいて、あのお客様との質疑ということ、はい、まあ、4人いらっしゃるので、あのどんどん回してきますので、うん、はい、はい、簡潔に僕はちょっと、はい、そうですね、外してみて、わかりました、わかりました。じゃあ3人まではウィスパリングで、はい、それ以上だったら逐次ですか。そうですね、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 途中で話が変わったじゃないですか。そういうのはもう別に言わない方がいいです。さっきの一番面白いと思います。僕も聞いたことある。全然変わってない。全然変わってない。全然変わってない。それはアジアの未来じゃないやつですよね。面白いです。そうですね。よくそういう話ですね。QA とかも触れるタイミングはどんどんあのこっちにちょっと振っていこうかなと思うんで、僕のやつでも。皆さんもお時間となりますので、誰かの声を出てくださいませ。これは置いてっていいですか。よかったらこちらにいらっしゃれば大丈夫かなと思いますけど、鈴木さんが多分いると思う。いようとしたら、じゃあ鈴木さんこれ持っててもらってもいい。あ、俺言いますんで。よろしいですか。俺ここなんで。商品は初めて。あとはここに置いていかれて大丈夫です。メイキングじゃん。あ、もう一応 YouTube で出演させていただいてます。すいません。大丈夫ですか？衣装。いや、あの人は先頭に置いていただければと思います。ずいぶんラブだ。あ、でもそう、開けといた方がいい。開けといた方がなんか、ボタンが。開けねえボタンですか？逆にこれなしにこれっていうパターンもあります。ちょっと遠藤さん。いや、やめてください。下の黒です。あ、だったらこれ脱いで、脱いで。ただ、ちょっとこれの方がなんかあれ、すいません。これで行きましょう。一回、コウちゃんにもちょっと聞いてみましょうか。呼び込みます。でもね、もう最後の時間ないと。もうバッテリーが。庄司様、先頭で、遠藤様、森田様、佐藤様ってところになります。で、今、徳さんにご覧になって、後ほど追っかけてこちらになりますので、了解です。最下の方までご利用いただければと思います。水とか持ってかない方がいい。水は、椅子、足元にあるんです。ありますので、ありがとうございます。はい。海もあるので、行ってまいります。どんどん飲んでいただければ、はい、焼きますので、はい。緊張の緊張の一言。今から舞台挨拶行ってきますので今から舞台挨拶行ってきますので、ぜひちょっとよろしくお願いします。ありがとうございます。行ってきます。よろしくお願いします。行ってまいります。はい。ありがとう。OK。ここで待ってます。こちらよろしくお願いします。あ、大丈夫です。はい。気をつけてください。頭も気をつけてください。